来月4日に臨時国会がスタートし、本格論戦がおよそ3ヶ月ぶりに再開します。菅官房長官は衆議院参議院に対し、来月4日に臨時国会を召集する方針を伝えました。政府与党は今日、日米で最終合意した貿易交渉の協定案の承認を得ることを目指します。一方、野党はこの貿易協定に加え、台風15号の災害対応や消費税率の引き上げによる影響などについて追及する方針です。また安倍総理大臣が意欲を示す憲法改正に向けた議論が進むのかも焦点となります。